てレモンビーバレーモンマツケンチューブ。こんにちは、松田優先です。今日はですね、急遽ですね収録したいことがありまして、皆さんに集まってもらって、こうしてやってるわけですけども、先日ですね、テレビを見ておりましたら、小鳥くんがマツケンサンバの替え歌を歌って、この CM ですか、このサントリーのですね天然水スパークリングレモンレモンって歌ってたんですよ。レモンサンバっていう、あれを見てもうびっくりしましてね、急遽こうして、その思いをですね、語ろうかなということで、始まったわけですけども、そうですね、マツケンサンバっていうのは香取君と一緒に歌った思い出もありますし、あれは東京ドームでしたね。そういえばやっぱり彼がこうすごいこう全国的に広めてくれたという思いもあるんで、本当に彼には大変感謝しております。でもまたそれがですね、こうして替え歌としてまた歌ってくれているっていうのは大変感激といいますか、びっくりしてまた嬉しく思ってます。やっぱりサンバっていうのはね、やっぱりいい曲だなと思いますね。マツケンチューブ、せっかくなんで、また見てみたいと思います。やっぱり楽しい曲ですね。マツケンさんのドームのコンサートにゲストでサプライズ登場したから、もう自分の歌の曲にいっぱい歌わせてもらってきたので、こうやって今回ます。もう半分自分の歌だよね。でやっぱドームでやっぱり香取君が出てきた時、やっぱりざわめきがやっぱり違ったもんね。さすがですね。そうですね、だから彼が香取君がそのゲストで出てくれるっていうのはびっくりしましたけども、やっぱり出てくれたら東京ドームがドワーってこうなりましたんでね、やっぱりさすがだなと思いましたけど、彼がやっぱり相当こう全国に広めてくれたっていう思いはありますんでね、だから彼もだからその自分の歌のように思ってくれるっていうのはやっぱりすごい嬉しいなと思いますね。やっぱりこれこの曲でやっぱりそのね、家族みんな楽しくこのレモンのサンバでもにして楽しく踊ってくれればまたいいんじゃないですかね。アベマでだから3人でこうテレビやりだした時にゲストで呼んでもらって、そこでサンバを歌わせてもらいましたけどね。マツケンチューブ、みんな やってんだね。楽しそうにやってて、いろいろ何でもこうやっぱり挑戦するっていうことをやってるけど、彼が言うようにね、終わりがない挑戦がいろいろあるみたいで、ああして、ゲストの人を呼んで楽しくこうやるっていうのも、とても楽しかったですね。そうですね、また久しぶりに、香取君とこうお会いして何か話ができたらいいなと思いますね。そんなことがあったらね、やっぱりすごい大歓迎で嬉しいですけどもね、その2人で何やるかっていうのがまだ楽しみですけども、そうか、彼なんかやっぱりね、コントとか得意なんで、一緒になんかこうコントができたら面白いなと思う。今はね、やっぱり楽しいことやるのがいいと思いますね。そうね、幼稚園みたいな。どうなんだろうね。マツケンチューブ、サントリーさんはね、ずいぶんお世話になりましたね。
アルコールフリーの、あのビールでアコー行ってロケしたり、そう、肉米魚っていうキャンペーンですか、そういったものが当たったりする、ビールのキャンペーンですかね。で、随分お世話になりましたね。あと、そうか、歌わせてもらったり、あのビールのコマーシャルで冬道楽そう、冬道楽かなんかでね、そう、楽しい思い出がたくさんありますね。マスケンチューブ、最後の締め、はい、レモンビーバレモン、レモスパサンバ、レモン。ご視聴ありがとうございました。次回もご視聴よろしくお願いします。キリッと痛快、お疲れ様。ありがとうございました。